どうも、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。体調を崩し、喉のライフポイントがゼロになったため2秒に1回、咳が出るようになってしまいました。というわけで、今回の動画はチャンネル史上初のゆっくり硫酸スタイルでお届けいたします。慣れないスタイルでごめんなさい。喉治るまで待ってると動画投稿できないので苦肉の策です。本日のデッキはヌーベルズ。この可愛いシェフ大泉がお料理対決をするテーマで、イラストア度が高いことに加え、23年ぶりにカテゴリー化したハングリーバーガーを活躍させるためのデッキとなっています。いや、令和になってバーガー強化は草。このデッキはレベルの低い儀式モンスターをレベルの高い儀式モンスターに進化させることによって、最終的にハングリーバーガーを着地させるというコンセプトで作られている儀式デッキになります。相手の攻撃表示モンスターをリリースして、自分のデッキから儀式モンスターを出せるので、展開と除去を同時に行える非常に面白いデッキです。基本的にはバラムニエルの着地を目指して動きます。テーマ内に儀式の下準備的なカードもあり、思った以上に安定感も高く、皆さんの想像より5億倍は強いと言っておきましょう。2023年7月に OCG 化したカードがなぜか4ヶ月しか経ってないのにマスターで使えるので、この辺りの新規を絡めた動きを対戦で見せていきたいです。それではシェフ大泉のハンバーガースペシャル、ご覧ください。どうも皆さんこんにちは、ゆうです。喉の調子がイカれ散らかしていまして、チャンネル史上初のゆっくり実況ボイスで失礼します。まずはお料理対決を発動し、デッキからシェフ大泉を特殊召喚、ついでに相手の場にライバルのクーベルちゃんを送りつけます。シェフ大泉の SSG 効果によってクックパッドを検索し、いい感じのレシピを見つけたので札に加えます。今日は魚料理をお見舞いするぞ。さらに幼女を召喚して効果を発動、幼女の効果によってアーデクを鍋にぶち込みます。鍋にぶち込まれたので儀式モンスターをサーチ、謎の調味料を手札に加えました。さっき確認したレシピ通りに調理を開始、美味しそうな幼女も鍋にぶち込んで煮込みます。鍋にぶち込まれた幼女の効果と調味料の効果、調味料の効果で追加の食材を調達し、幼女の効果でシェフを増員させます。墓地のお料理対決の効果でシェフのモチベが向上し、対象に取られたことで調味料が爆発、どでかい化学反応を起こし、デッキから魚のムニエルが爆誕。あんまり美味しくなさそう。ムニエルの効果でデッキからさらなる秘伝のレシピをサーチ、シェフ2体は仕事を終えたので一旦控え室へ移動。シェフ大泉の夏野菜スペシャル準備完了です。ムニエルの効果で持ってくるのはレストランバラキエ。料理長ゼフが睨みを聞かせ、料理の行く末を見守っています。バラキエの効果で持ってきたこのカウンター罠、客のクレームを何でも無効にする、まさにゼフ料理長ですね。とりあえず先方のお料理は終わったので、ガングセお料理終了宣言。エンドフェーズにレストランの効果でレシピを再利用しつつ一ドローです。いや、天帝今くんのかーい。お相手し、送りつけた料理人がまあまあ邪魔な模様。お料理デッキは相手が攻撃表示でモンスターを出してくれないとモンスターを展開できない可能性があるので、料理人を送りつけられるお料理対決は神カードです。相手もレシピっぽい本を開いてます。どんなお料理が出てくるのか楽しみですね。あ、その料理まずそうなので却下で、もうちょい美味しそうな料理作ってもらっていいすか。わあ、最強カードきた。いや、魔導書かと思ったら戦闘機かい。ムニエルを絶対に食してほしいので、クレームの多い客はゼフ料理長のケリで黙らせます。ゼフ料理長、見た目は完全に三次三段よね。ここでついに本日の対決相手が入場。やっぱ送りつけたシェフ邪魔そう。
何？おいシェフお前裏切るのか。クソでかい包丁を持った野蛮そうなシェフが入場。鉄穴大将らしいのでさっきの女を退場させます。クソデカ包丁女一体でリンクされる前にムニエル食わせます。ムニエルを食わせるとどうなると思いますか？そう、やっと真の料理長が入場ですね。ご紹介しましょう。本日のシェフ、バグリエルさんです。おい客、お前料理食い損ねてるぞ。メインディッシュこれからなのに。ああ、なんか審判発動してたから誰か出てくんのか。いや、エフェクトベーラーは草。まあ実はこのお料理デッキ、実は妨害の量は死ぬほどあるので超えるの大変なんですよね。というわけで、クレームの多い客は黙らせます。控え室で待機中だったシェフ大泉の効果発動。クレーム客を立たせて強引にお料理を提供する構えを作ります。あいつ魚嫌いそうだし、もう一回お魚料理食わせるか。料理長が一番得意な料理は何だと思いますか？そう、ハンバーガーです。まさかの23年ぶりの強化にハンバーガー自身が一番驚いてます。お客様お帰りです。ご来店ありがとうございました。ここまでの編集だけで1時間くらいかかってるんですけど、ゆっくり実況者ってすごいですね。声出した方が絶対早いんだけど。ほら、2戦目いきます。2戦目もゆっくり硫酸です。ごめんね、普段の硫酸のイケボを期待してくれてるファンのみんなには悪いことしちゃうな。え？そんなやついないって。うるせえ。さて、お相手の料理人は何かを持ってますね。野蛮ですか？ちょっとイケメンじゃん。ありよりのあり。え、寿司屋来た。マジのお料理対決なんですけど、テンションぶち上げ。本日のおすすめは何ですか？あ、シラオウですね。僕、マグロがいいんですけど、ありますか？マグロないんですか？そんな寿司屋あります？シラオウとイクラとウニしかないの？なんだよこの店、クソ店じゃねえか。イクラ今別に食べたくないんですけど、マグロください。マグロ、マグロ、マグロ。イクラじゃねえか、ふざけんな、金返せ。あ、やばい、クレームしてたら店の奥から誰か来たぞ。やばい、この動きはまずいよ。鉄持ちの怖い人来ちゃった。やべえ、斧持ったやべえやつとヤグザしかいねえ。とりあえず人襲来させるしかないので撃ちます。はい、すいませんでした。いけえ、幼女召喚。いつも通りアーデク送ってサーチするよ。弁天ちゃんサーチしておいて、一応料理長は出せる構え作るよ。新人バイトのトリアスくんで幼女を鍋にぶち込みます。ゴキブリ混入だと。そんなもん保健所が許すわけねえだろうが。お相手し、全然ヤクザの効果使ってこないな。幼女がリリースされたので、デッキからシェフ大泉出すよ。あ、ダメなんすか、すいませんでした。というわけで満を持たしてレストランを購入します。本日のおすすめはこちら、お魚料理です。お魚料理の効果で弁天ちゃんを鍋にぶっ込んで料理長爆誕。弁天ちゃんの効果で幼女のレシピを回収もできてお得ですね。というか、このテーマ召喚ムービーないの？ハングリーバーガーに召喚ムービー追加してもらっていいすか？料理長の効果で相手の場の表側のカード全部無効化します。これで斧を持ってる野蛮そうなおじさんの効果は無力化しておきました。では
いよいよ料理長の自慢のお料理をご提供。相手のヤクザを廃棄処分してハンバーガーが爆誕です。お待たせしました。本日のおすすめはこちらです。おのおじのおのが強すぎて突破できないので、こちらもおじさんで対抗。いや、お前が召喚ムービーやるんかい。これでゴミ箱に放り投げたハンバーガーを再び回収して、もう一回客に食わせる保健所劇を5ムーブが可能です。盤面を処理できましたね。普通にこのデッキ強くね。まあ相手が料理対決を拒んできたのでワンキルできませんが、未来タスエンリル盤面を処理できているのは強いです。さて、お相手はここから料理を始めるつもりらしいです。こちらはマグロが食べたいとさっきから言ってるんですが、さっさと仕入れてもらっていいすか。とりあえずシャリがないと握れないからね。シャリはいいよ。レストランバラティエの効果でレシピ戻して1ドローしてエンドです。レシピ以外にもう1枚カードをデッキに戻せるのが強いですね。あ、いや、本デッキに戻ったのになんで来た。レストランはデッキトップに戻す効果ではないです。これは完全にコナミやってますね。訴えます。やっとお店開店したらしいですね。楽しみです。シャリ見せて握ってくれるらしいです。マグロで、マグロだっつってんだろうがよ。なんなんだよこの店は。ウニは苦手なんだよ。今はマグロの口になってんだよ。いくらは今いらないからね。いくらだけマジでいらない。いらねえって言ってんだろうが。はあ、ウニは一応バトルフェーズに入れば効果発動できないので、そこまで待ちます。この店客の意見聞く気なくて笑った。何？新たなる竹光？あの竹光はウニとの相性が抜群のカード。まあ別にバトルフェーズに処理できるからいっか。ウニのダイレクトを通すとやばいので、料理長の効果でウニを廃棄処分してハンバーガーを出すぜ。ハンバーガー手札から出てくるの弱すぎて笑った。さて、厄介なのはイクラなんだよな。あ、これ一応守備表示の方が良いです。謎のおっさんの効果で一応墓地の儀式を回収しておけます。これハンバーガー守備で出しても結局後で板前出てくるので、あ、板前ってアーゼウスね。だからまあどっちにしてもあんま関係なかったか。わあ、料理長。さて、板前が強引に出てきて腕組みエンドの構え。板前超えるの普通にきつくてゲロ吐きそう。シェフ大泉来たけど、今お前いらないんよ。シェフでは板前を超えることが困難なので、幼女に頑張ってもらうことにしました。この幼女で紫色の女を墓地へ送ります。行け、ムトス砲発射。板前の効果を使うしかないので、お互い盤面にセットです。ちなみに召喚剣使っちゃったし、このターンは動けないよ。やることないので陣掛けお祈りターンエンド。陣掛けとは人生をかけるという意味です。お相手氏はゴミ箱のシャリを再利用しようとしてます。保健所案件ですね。このおじさんまた来ちゃったんだけど、なんだよこの店、野蛮すぎだろ。ウニはやばくないか。あれ、俺死ぬ？これ死ぬの？ウニの効果はレベル変動をしながらシャリを回収するという、ぶっ壊れ効果になってましてね。この効果普通に強くて使ってると頼りになります。ちなみに使われると切れます。さっき廃棄処分したウニまた出てきても
二度と来ねえよ。お前の店フランス料理店みたいな顔してハンバーガーしかねえじゃねえかって。勘のいいガキは嫌いだよ。ご視聴ありがとうございました。喉を早めに治療してまた地声で実況できるように頑張っていきたいです。ここまでで編集2時間疲れたわ。